はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。残念でした。オリックスさん今日も敗れまして、今日は1対6、昨日の2対8に続いて完敗でした。もう序盤でまあゲームが決まりかねないというか、そんな感じのゲームだったんだね。今日の結果を踏まえて、首位バファローズ、2位マリーンズ、ゲーム差は 0.5 ゲーム、まだオリックスは上には立ってるんだけども、2位のマリーンズに、残り試合数の関係からマジック点灯9が点灯しました。というわけで、マジックが相手に出るとちょっとこう追い込まれた感はあるんだけども、まだまだしかし残り試合残ってますから、その中でね、順位は上ということを考えれば、そんなに悲観することは僕はないと思ってるんだけども、ただ今のそのモメンタムというか、この流れね、勢いね、マリーンズもずっとこうなかなか打てないゲームが多かったんだけども、ここ2試合でやっぱり打線も上向きになってきたし、で逆にバファローズが先週の日曜日の千賀投手に対してからの ペペドームのあたりからちょっとこう打線が下降気味に今入っているような感じがするんでね、そのモメンタム、流れという点を考えると、その勢いという点ではやっぱりマリーンズがある。前回追いかけるバファローズが強かったのと同じように、やっぱりこう追いかけてくるマリーンズに今勢いがありますよね。今日のゲームね、宮城投手が立ち上がりから今日本当苦しいピッチングだった。でさっき別件で解説の野田浩二さんと電話で話をしていたんですが、やっぱり今年の中では一番悪い宮城だったねというふうに野田さんもおっしゃっていました。当然こう重圧かかる中でのピッチングではあるんだけどもね、相手は同学年の、この佐々木朗希投手が投げる、2人のマッチアップになったんだけども、逆にこの朗希投手の場合は序盤に特に初回に3点もらったっていうのは、これは大きな勇気になりましたよね。そこでもう思い切ってこう投げ込んでいけるという感じになりましたんで、バファローズもこの佐々木投手から6回まで三者凡退は1回だけ、あとはもう毎回ランナー出すんだけども、3発に終わってしまったという感じではありましたね。この3年生見ると、初戦が宗のツーラン、昨日は杉本のツーラン、今日は T 岡田のソロホームランと、ホームランでしかこの点が取れていないというところに、ちょっとこの打線の陰りを感じてしまうんだけども、明日からまた球場が変わるんでね、そこでなんかムードを変えて頑張ってほしいなと思うわけであります。で、今日の試合後の中嶋監督の談話を伝えますが、やっぱりこうまず打つ方としましてはね、やっぱりこれまでやってきたことというのをもう一度この思い返してほしいと。でやっぱりそれを早く1打席でも1球でも早く、自分が今までやってきたことをしっかり思い出して、やってほしいという話をされていました。で投げる方でもちょっとね、コースにしても球種にしても難しく考えすぎているんではないかということをピッチャーに対して話していましたね。もっとシンプルに考えてほしい、何を投げるかというよりも今はどこに投げるかということを考えた方がいい時もあるんでというような、表現のされ方していましたけどもね、もうこの時期重圧がかかるのは当たり前なんだけれども、それはもうしょうがないことでね、プレッシャーかからないはずはないんだと、その中でバッターは今までやってきたことをしっかり思い出してほしいということで、投げる方ピッチャーに関してはもっとシンプルに考えてほしいということで、もう一度やり直しますという言葉で今日の会見終わったんですが、明日からまた札幌で3連戦、明日午前中の便で札幌に移動して、移動ゲームになるんでね、疲れはないとは言っては嘘になりますけども、頑張ってほしいですね。明日は山崎颯一郎が先発のマウンドということになりますんでね、相手立野投手も最近いいんでね、頑張ってほしいなと思いますね。とにかくまずこのやっぱり連戦、昨日今日見てましたら、やっぱり打って勢いをつけたいよね、この時期。もちろんそのピッチャーを抑え込むということも大切なんでしょうけども、まず打って勢いをつけてピッチャーを楽にしてあげるってことは本当大切だと思うんでね、明日はその立野投手、難敵ではあるんだけども、なんとか攻略して、総一郎投手を楽にしてあげて、のびのびと、山崎投手が投げられる、そんな感じのゲームに持っていければなと思っています。マリーンズも明日今日逆転勝ちをしたホークスを迎えての千葉でのゲームなんでね、簡単な相手ではないと思うんで、明日どんなゲームになるか注目したいですね。というわけで、残念なゲームではあったんだけども、
明日からまた切り替えてということですね。ただ、まあ、この、まあ、3連戦の印象を語るとするならばマーリンズ強かったという感じです。切り替えていきましょう。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。まだまだバファローズやれるはずです。そう、あの中島監督おっしゃるように今までやってきたことを思い出してほしい、そう思いますね。